はいどうも、北海道樽市在住、大久保克也41歳です。よろしくお願いします。毎日9時に漫画、映画、アニメの紹介動画出してるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ってことで、今回皆さんにご紹介したいアニメ作品、こちらになっております。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、言えた。はい、こちらの作品、ライトノベルが原作のアニメになってるんですけど、これからね、第3期も始まるということで、どんどん盛り上がっていくような作品になってると思います。僕はこのアニメ見てはいなかったんですけど、僕が今絶賛ドハマり中の携帯ゲームのコトダマンでコラボが始まるということですね。慌てて第1期と第2期を見ました。かなり面白い内容になっていたんで、今回さらっとではありますけど、ご紹介していこうと思います。この作品では、神様たちが天界の退屈な生活に飽きてしまって、自分たちの超越した能力を封じる代わりに、地上界に降りてくるというお話になってるんですね。で、地上界に降りてきて、神の恩恵を与えた人々を集めて、ファミリアという組織を作ってるんですね。そして、ファミリアの人々を子供たちと呼んで、人間たちが織りなす未知の物語を下界で楽しんでいる。そして、舞台は円形都市オラリオとその地下にあるダンジョンが舞台になっているファンタジーアニメになっています。ヘステアファミリア唯一の団員で駆け出し冒険者のベル・クラネルはいつも通りダンジョンの上層部でモンスター退治をして冒険者として頑張っているんですけども、あるきっかけで中層部にしか生息していないミノタウロスが誤って上層部まで上がってきてしまうんですね。いつも上層部で戦っているベルなんで全く歯が立たずに追い詰められてしまうんですね。そしてミノタウロスに殺されそうになった時、ロキファミリアの女性剣士であるアイズ・バレンシュタインに助けられることになります。ベルはミノタウロスの血をかぶり、あまりの出来事にアイズ・バレンシュタインにお礼も言わずその場から逃げ出してしまうんですね。ただ衝撃的な出会いすぎてすり橋効果的なことだと思うんですけど、そのアイズ・バレンシュタインにベルは一目惚れをしてしまいます。そして彼女に釣り合う冒険者になろうと心に誓った時に、それがきっかけでリアリス・フレーゼ、思いが続く限り人を大きく成長させるというスキルが発動するんですね。このアニメですね、面白いポイントがスキルであるとかレベル、その表現の仕方がものすごいリアルなんですよ。本当に経験を積んだ冒険者がレベルが上がったりとか、いろいろな出来事がちゃんと起きた時にスキルとして習得できたりとかっていう部分で、ベルはリアリス・フレーゼというスキルを習得したことにより人よりも速い速度で成長していって、アイズ・バレンシュタインに近づいていこうというようなね、主人公の成長を色濃く描いたアニメになっています。で、僕もコトダマンでコラボが始まるということで、2日ぐらいで一気に第1期と第2期とあと OVA とかも見たんですけど、本当に一気に見れるぐらい面白くて、ベルという主人公がですね、本当に強い思いを持ってスキルでどんどん成長していくのが見てて本当に応援したくなるようなアニメになってます。あとは数々の仲間たちの出会いによってヘステアファミリアが成長していくアニメになっています。皆さんよろしければチェックしてみてくださいということでですね、今回も皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。